はい、大将どうでーす。はい、大将どうでーす。リエルゆかです。今日は初めての開墾植物にチャレンジ。大丈夫かな。手を出しましょう、うん、ちょっと選びたい。手を出していきましょう。育ててみたい。そうですね。なんかね、見てるとね、かわいい。うわあ、もう言っちゃいましたね。うん、もうかわいいよ。こっちは何です。こっちがパキプス。パキプス合ってる。合ってる。ほんと。うん、パキプス、ね、あ、大正堂さん。はい、大正堂さん登場。イケメン大正堂さん。説明お願いします、はい、この辺、こう、はい、茎何やったっけ。グラキです。グラキ、はい、ほら、覚えた。イケメングラキです。はい、ここでグラキですでございます。はい、はい、どうやって育てる。どうやって、まあ、夏型の植物なので、夏、はい、夏は外で放置でも大丈夫です、はい、ただちょっと濡れとか湿気に弱いので、あんまりずっと土が濡れてる状態と か、 だから雨が続く状態の時は中に入れてあげて、うん、まあ、扇風機とか当てて乾かして、乾かし気味に育てていただける。じゃあ駅と一緒。一緒やな。一緒や。そういうことで一緒やな。育てられるんじゃない。お、いい。大丈夫です。どうなったらお水をあげればいい。はい、もう土が完全に乾いたら。乾いたら、はい、まあ結局見づらいんですけれども、うん、なんか竹串刺したりとかして、うん、一緒やな。抜いた。ああ、なるほど。あとは鉢底の穴のところ、うん、赤玉の大粒入れてあげると、あの色が、水が乾いたらこういう色になるので。面白いなるね。うん、やってみよう。そうですね。お水多め。おお、お水乾いたら毎日じゃない。聞いてない。聞いてない。欲しいじゃやけん。もう分かんないもん。完全に乾いたらあげてください。どんなのが可愛いですか。どんなの、もう好みにはなってしまうんですけど、今一番人気があるのはやっぱりまん丸で枝が短くて、枝が多いのとかが大きいですね。一回見てかんと、うん、そうですね。金額のいいのをちょっといろいろ選んでってください。金額のいいの。はい、ありがとうございます。はい、いいですよ。はい、いいですよ。もう、はい、大丈夫です。いや、違う。怒られますよ、これ。いいよ。どうですか。まんまるい。まんまるい。もう結構フェア3日目か、今日なので。少なくなって物が、うん、物が結構売れちゃってます。はい、ただまだいいのいっぱいあるんで。チェックの仕方をやってください。チェックの仕方。チェックの仕方、うん、定番の、はい、あ、回す。あ、それをパパがやるの。そうですよ。あとじゃあ俺がやめましょう。いいよ。どんどん映せば映せば映してても、うん、ガンガン。それも可愛いですね。やっぱり初めての方はこういうちっちゃいのから買われる方が多いですね。シュライマみたい、うん、絵は描かないよ。個人で楽しんでもらえるといいと思いますけど、上げてしまう、なんか SNS にアップするとちょっと怒られる。怒られる。怒られるかもしれないですね。短いね、そんなの。あ、そうですね。それも結構人気のある形ですね。動き出しそう、うん、モンスターや。モンスター。モンスター。相当こっちに手を出します。いいよ。ちょっとね、うん、2、3個ずつ拡大しましょう。拡大る。口大きいよ。大きいよ。パパみたいね。何が。パパみたい。これやっぱおすすめですね。うん、大きいよ。大きい。高いのは多分上の方に置いてるはず。ね、すごい。お花。お花が咲いてるな。さっき聞いたこうギュッて詰まったのが年月が経ってる。
ね、おぉギュッとつまんで、じゃあもうお前うるせえお前うるせえ知ったかぶり、知ったかぶり先生に聞かれる、いい感じ、うん、いい感じ、こっちも見て、いっぱい、いけ、なんかさ、こう葉っぱが出ないって不安になるんかな、え、葉っぱが出ないって不安になるんかな、葉っぱが出ないとダメなの、葉っぱは、そうですね、やっぱり夏型の植物で冬は寝るんですけれども休眠するんですけども、春先にやっぱり葉っぱを出し始めてから水をあげるんですけど、まあ、葉っぱ出ないと不安にはなりますね。お水を切る期間があるの？そうです。わ、お水を切る期間があるって。そう。冬場は葉っぱを落としたらもう水はあげないで。絶対に？はい。あ、まあこうちっちゃい小株とかだったら大丈夫なんですけど、あんまり大きい現地のやつは水あげてしまうと根っこが腐ってしまう、根腐れしてる。大丈夫？大丈夫。ミュエルは水あげすぎる。可愛がりすぎも良くないね。そうか、はい、何や、いつも連絡しよう、いつも連絡しよう、うん、分からんかったら、そうや、どれから、もうね、どれを決めてるのがあるの、え、あっち隠してある、あ、じゃあちょっと一回行ってみてください、行ってみよう、本当了解、はい、ゆかさん、持ってきよう、持ってこ、これじゃーん、これ誰の、それパパのやろ、これ俺のや、これ俺が選んだやつ、お、大丈夫、いや、これ私の、これ右が俺の、右、まだ もっと選んで持って帰るよ、これ選ぶところ取らんでか、え、どっちが可愛い、右に決まってるやそう、ね、いいっしょ、はい、ちょっとピッて消して、何、ちょっとピッて消して、はい、一回ちょっと、はい、これ味方ね、これでいい、こんな感じ、完璧でございます、完璧、何かそれをやることによって何か分かりますか、うん、分かりませんでもみんなやってるね、模様とかもあるんですけど、形もありますし、うん、見方ね、よく植え方、あ、どっちを A 面 B 面ってよく言う、そんなのがあるの、自分がいいように置くと、飾るときに、よく A 面 B 面、真剣なこう面を写していく、はい、ほら、もうコレクターに入りました合格、ま、合格です、合格です、何も感じてなかったら不合格です、回してるだけだったんだ、なんか感じた、え、もうものすごく感じた、本当、おー、A 面、どうなの、どうなの、 A 面よ、ここ A 面、あ、いいですね、いい、本当、いい、じゃあちょっとこれから育てた何経過を載せていこうかね、うん、動画でも、そうで、枯れても載せるいいよ、まだまだもっと選ばんといいよ、うん、な、選ぼう、ちょっと四五個持って帰るや、うん、な、はい、ここでも OK、 終わり、こんな感じです、終わり、はい、はい、じゃあイケメンさんとご挨拶をして、はい、はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。